ゲーム内の効果音とか、うん、実はこんなものを使って作っているとははなどがあれば教えてください。これ俺もわかんないな。あ、ね、はい、コスタデルソル。コスタデルソル。あそこでなんかあの陽気なちょっとこうブラジルみたいな曲流れですけど、あそこでシャカシャカやってるやつなんですけど、あれね、あの締め切りがその日までだったんで、すごい急な発注だったんで、はい、どうマラサカスを入れたかったんだけど、マラカスがなくて、うん、で周り見ましたら爪楊枝と、それからミンティアのタブレットと、うん、それから、カップ麺の容器があったんで、うん、これだろうってことで、でこう爪楊枝バキバキ割って、カップ麺の中に入れ、でミンティアのタブレットもこうなんか足でゴリゴリやって潰して入れて、であのコピー用紙の A4 の紙で蓋をしてセロテープして、こうマイクをこう置いてシャキ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 と。コスタデルソルのあれ。そうです。これはちょっと皆さんもう一回改めてね。もうこれコスタデルソル行ったらそのイメージしかなくなる。あんなリゾート満喫な場所で。そうですね。そうか、まあ、海の家といえばほら、まあ、ラーメンですから。いやまあそれ日本だ。あそ。うん。しかもカップラーメンでしょ。カップラーメンです。 あとね、うん、あの古城アムダプール、あそこのパーカッションとかは、うん、やっぱ同じように机の上にこうタバコ吸い終わった空き箱とか積んで、うん、その上をこう叩いて、パンスカパンパンスカパンパンスカパンパンっていうのを普通の楽器は使わないのかい。何かなぜ使わないんですか。いやなんかやっぱこうね、ちょっとアーティスティックに言うとグルーヴ感がこう足りないんで、途端に薄くなったの今の、ちょっと安っぽかったですかね。薄さがマックスですね。おかしいな。いやいや、あと効果音とか結構普通に本当にハンドマイク使ってこうプーとかいうのをこう混ぜたりとかね。さすがに単体では使えないですけど、でも普通にって言ったよね、それ普通なの。結構普通ですよ。あのマイク1本で何でもできるやつって天才なんですよ。僕はそこまで行ってないですけど、へ、はい、あの海外ではそれだけでご飯食べてる方がもうコマンといらっしゃる、まあはい、まあ、それは知ってるけどゲームの音をそうやって作るんですかっていう質問です。まあ同じですね、はい、意外とデジタルじゃん、意外とっていうか全くデジタルじゃないっていうのが、ね、そうですね、はい、よくわかりました。すごいですね、ホーリーアーティスト。そうですね、ホーリーアーティストってすごいんですよ。マイク1本で何でもできちゃうんですけど、録音するときにいろいろこう僕みたいにこうやってチャラチャラとか音鳴っちゃうといけないんで、うん、あのパン1なんです基本。ほう、あのレコーディングのブースによろしくお願いしますって言うとよしじゃあ行こうかってこうへえ、パン1で。あ、曽根さんはその域ではない。僕はまだね、脱ぎ癖はな、まあ、あ、それちょっと世界のプロフェッショナルの方々ちょっと怒ってると思いますよ今。